親子で成長虹色動画。今日はオレンジ色草、親子遊びでニコニコ、運動神経向上プログラム。9割の親子がやっていない、必ず運動神経が爆上がりするボール遊び10選。はい、やっていきましょう。ピョーン、爆上がり。さあ、子供がね、幼児から小学校入って、小学校低学年、ね、なってきたら、ちょっと天気もいいし、今日は、パパとママとキャッチボールしようか、言うてね、公園行くじゃないですか。もうそれは、いろんな親子がやってる。ほんで、もうこれはね、もちろんもうそれだけでも十分ね、子供の成長教育にとってはね、最高なんですよ。親子一緒に運動しますと、外遊びしますと、子供のやる気がぐっと上がります。その幼児期、児童期に外遊びをいっぱいしますと、子供の運動神経がぐっと上がります。もうそれってもちろん十分なんですけども、今日はさらにそこにですね、ワンポイント付け加えます。学校の体育の先生であったり、サッカー、陸上のスポーツクラブのコーチなんかが取り入れているコーディネーショントレーニングの要素をね、ちょっとね、盛り込んでボール遊びやっていきたいと思います。もうこれでもう子供のね、もう運動神経が通常より2倍3倍上がっちゃいますから、やっていきましょう。今日ね、もう2月ね、ちょっとね、外寒いんですが、外で柑橘系回ってますから、タカちゃんも行ってまいりたいと思います。春よ来い、ボール遊びで楽しむぜ、ドン。みんなでボールキャッチ。はい、それではまず小さな円を作っていただいて、ボールを渡していきます。右回しで、はい、お、いいですね、いいですね、はい、はい、左回し、はい、オッケー、はい、そしたら円をね、大きくしましょう。はい、それで投げて、この右回し、はい、おー、いいね、いいね、お、はい、反対回し、オッケー、オッケー、そしたら次バウンドです。右回しでバウンド、ワンバウンド、よし、はい、オッケーオッケー、うまいうまい、うまい、はい、でここから反対回しです、はい、はい、オッケー、はい、ボディータッチボール取りゲーム。はい、次は2人でやるボール遊びでございます。アマナちゃん、レモンちゃんの真ん中にボールを置いてください。下に、地面にね、はい、そしてリーダーが、今日はタカちゃんがボールって言ったら、そのボールを先に反応して取った方が勝ちのゲームなんですが、その間にボディの名前、頭、肩、膝、お尻、つま先なんか言いますので、それを言った時はそこにタッチ、つま先って言ってボールを取ってしまったらブブーですからね。さあ、しっかり聞いて反応してみてください。それではいきます。お尻、頭、ボール、はい、山名ちゃん、はい、もう一回置いて、はい、セット、ボール、はい、オッケー、はい、もう一回置いて、つま先、頭、お尻、つま先、ボール、はい、オッケー、はい、山名ちゃん3連勝。はい、続いてレモンちゃん対ママ行きましょう。まして、レモンちゃん VS ママでございます。レモンちゃん、先ほどのお姉ちゃんに負けた悔しさはここで晴らしてください。いきます。つま先、頭、ボール。お、早い早い早い。見事見事。さすがにね、ママとレモンちゃんでは、レモンちゃんの反射神経早いですね。いきます。ボール、早い。オッケーオッケーオッケー。さあ、ラストです。さあ、いきます。頭、オーケー、でも、ストップストップストップ、いきます。頭、お尻、膝、頭、ボール、おー、ママ惜しかった。はい、でもレモンちゃん3連勝。さあ、ちょっとこれ面白いんで、最後甘夏とパワーやっていいですか。はいはい、はい、レモンちゃん、膝、ゴル。ちょっとまだ分かる、全然勝てへんな、うん、よし来い、もう一回来い、セットセット、
お尻、肩、頭、ボール。あれこれ、これマジやで、マジ。動かへん。動かへん。回らって回らって、こい。頭、つま先、膝、肩、ボール。くるくるボールキャッチ A。 はい、次2人組になっていただいて、リーダーがボールを持って、よーいドンの掛け声でリーダーがボールをポンって投げます。で、このボールがワンバウンドしてる、して、そのワンバウンドのボールを、相方がくるって一周回ってキャッチできたら OK。 あー、はい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 、これは難しいですよ。はい、はい、いきます。位置ついて、よーいスタート。オッケー。はい、続いてレモンちゃんお願いします。やった。さあ、行きます、行きますよ。レモンちゃん、もうちょいこっち行っとこうか。はい、位置について、よーいスタート。はい、あー、走って、オッケー、これ難しいから。はい、もう一回スタート。はい、はい、セット、すぐ切り替えてセットいきます。位置について、よーいスタート。ほっ、ワンバウンド。オッケー。はい、続いてママお願いします。はい、そう、まあまあ、これは地面も滑りますから無理しないように。はい、いきます。位置について、よーいスタート。ほっ、ワンバウンド。よし、セーフ、危なかった、怪我しなかったんで OK。 くるくるボールキャッチ B。 はい、続きまして、2人組で向かい合わせになって、リーダーがボールを持って、位置について、よーいドンでボールをふわっと投げます。そのドンの合図で相方がリーダーの周りを一周回って、このボールを、浮いたボールをノーバウンドでキャッチしたら成功。これは先ほどの A より難易度がぐっと上がりますから、さあ、まなちゃん、いけるでしょうか。いきます。位置について、よーいドン。惜しい、もう一回行こう。これはキャッチング難しいですからね。いきます。位置について、よーいドン。ほっ、さあ、いけるか。ナイスキャッチ。はい、続いてレモンちゃん、いってみましょう。さあ、これレモンちゃん。さあ、レモンちゃん、これ、小さいお子さんにはね、サッカーボール硬いんで、レモンちゃん、この浮いたボールいけますか。ちょっとキャッチから行こう。行くで。はい、よし、行くで。はい、はい、行こう。さあ、ママ、これ幼児のお子さん低学年、これボール危ないでしょ。はい、そんな時はどんなボールがおすすめですか。柔らかいのでお願いします。柔らかいので、100均で売ってますから。はい、それでね、代用してください。風船なんかもおすすめでございます。はい、それではいきますよ、レモンちゃん。位置について、よーいスタート。ほっ、そう、ワンバウンド。おし、ほんとだ、レモンちゃんはワンバウンドでいきましょうね。危ないのでワンバウンド、いきますよ。位置について、よーいドン。ほっ、ワンバウンド。おー、ナイス。素晴らしいダッシュ。はい、続いてママいきましょう。ナイス。さあ、ママは転倒だけをしないように滑りますからね。はい、行きます。はい、位置について、よーいドン。ダメすぎやん。はい、くるくるボールキャッチ C。 さあ、さらにレベルが上がります。向かい合わせで、2人組で向かい合わせになって、リーダーが位置について、よーいの後にドンではなくて右左って言います。で、例えば右って言ったら、相方は、このリーダーがさ、用意、右と同時にボールをポンと投げますから、右って言われたら相方は右回りで一周回ってキャッチ、左って言ったら左回りで一周回ってキャッチです。ワンバウンドでいいですから。はい、はい、いきますよ。位置について、用意左、ワンバウンド。 OK、 ナイス。ハンド、もう一回いきましょう。いきます。位置について、用意オッケー。はい、次レモンちゃんいきましょう。はい、行きます。よし、はい、続いてレモンちゃんいきますよ。右分かる。右どっち。右。左は左。OK、行きましょう。位置について、よー左、ワンバウンド。 OK、 行きましょう。位置について、よー左。よしよし、惜しい、ナイスガッツ。はい、続いてママ行きましょう。ほんで、レモンちゃん、もう一回行きましょう。ね、レモンちゃん、もう一回行こう。はい、立ち上がっていくぞ。
右手について、よーい、右、ワンバウンド、ナイスです。 OK、 はい、続いてママ行きましょう。さあママ、これ一個反応がね、反応力プラスされてますから難しいですよ。はい、右手について、よーい、右、いけるか、ナイスです。 OK、 もう一回行こう。さあ行きます、右手について、よーい、お見事。はい、これね、ワンバウンドでできたら次レベルアップで、もしこう床がね安全な場合はノーバウンドで挑戦してみてください。輪になって入れ替わりキャッチ A。 はい、さあ続いて難しくなってきます。輪になりまして、一人一個ずつボールを持って、自分の前にバウンドさします。バウンドさして、その後それぞれが右回りに一個ずつずれて、相手の隣の人のバウンドしたボールをキャッチするという、はい、これは難しい。しかも今日ボールね、値段も違うので弾み方全然違います。ちょっとどんな感じ、一番な、上等ね、な、上等、よう弾むな。ちょっといっぺん下にポンってやってみてください。軽く軽くやってみて、全然違うね。3人一緒に、はい、せー、軽くね、せーの、ポン。はい、アマナちゃんの全然弾まないです。パワーいります。レモンちゃんのむっちゃ弾みます。うん？ただ落としだけ。落としだけやってみる？せーの。な、これ全然違うので、その辺の力加減も難しくなってきます。さあ、いきますよ。はい。いきます。タカちゃんが、せーのでいきます。せーの、声かけますからね。いきます。せーの。おー、すごいすごい。せーの。うまいやん。すごいすごい。せーの。気持ちいい。せーの。こんなにうまいとは思わへんかった。せーの。オッケー。輪になって入れ替わりキャッチ B。 さあ続きまして、同じ要領なんですが、輪になって自分の一人ずつボールを持って、それぞれが自分の真上にボールを上げます。そしてその、その一人ずつ入れ替わって右隣の人のボールをキャッチするという、これは難しいぞ。はい、頭上にね、まっすぐ上げるコントロール能力とキャッチング、そして、隣へ移動するステップ全部必要になってきますから、はい、いきますよ。これできなくてもいいから、レモンちゃん、パパがせーのって言います。せーの。できたー、できた。これ練習では一回もできてなかったのにできた。いきます、せーの。惜しい、あれあれあれ、ママのがない、どこへ行った。いきます、せーの。 OK OK OK、 これでこれで普通やね、これで普通、一発目奇跡やな、あれ。集中してたからね、もう一回集中して、あと2回いきます。いきます、せーの。惜しい惜しい惜しい。さあラスト、ラスト集中しますよ。はい、それぞれがそれぞれの分担をしっかりこなす。せーの。決まった。横一列入れ替わりキャッチ A。 さあ次は非常に難しいです。レモンちゃんがちょっとね危険なんで、タカちゃん代わりにやります。これを地面にバーンって3人せーのでバーンってバウンドさせてる間に、一番端の人がダッシュでこっちまで行って、その他の人は一個ずつずれる、はい、さあ行きますよ。はい、はい、せーの。OK、 あー、いた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 、やった、大成功。はい、もう一回いきますよ。はい、せーの。 OK、 惜しい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 。はい、ラスト1回、ラスト1回。さあもっと寄りましょう寄りましょう、真ん中そこです。はい、あまちゃん、ここ行きます、行きますよ、行きますよ、せーの。惜しい。横一列入れ替わりキャッチ B。 さあ次も難しい、次は空中で、せーので3人空中にボールを浮かします。その間に、1個ずつ横にずれます。そして一番端の人だけ裏通ってこっちのボールをキャッチ。はい、はい、難しいですよ。はい、いきます、せーの。ほい、おー、うまいうまいうまい。もう一回いきますよ、せーの。よし、お、やった。オッケー。ボール転がし、ラン&キャッチダッシュ。
はい、最終種目は皆さんこれ非常に楽しいですけども難しいです。はい、まずこれライン、2本引いていただいて、まあ、向こうはちょっとあのマーカーですけども、はい、このラインに立ってボールを持ってこれを転がします。転がすと同時に走って向こうのマーカーを越えてからキャッチして、そこから出して戻ってきます。はい、これは難しい。あの投げるよりな早く投げたらね、早く返ってくれるんですけど、そのためには早く走らなければダメなんで、はい、すべて、ボールの操作能力、ダッシュ、体力全部使います。これ今からパパやりますから、その後ガールズで対決ね。はい、はい、いきます。こういう感じでコロコロコローって言って、ここで掴んでダッシュ。はい、練習をね兼ねまして一人ずつやってみましょうか。はい、ヒューガさんからお願いします。はい、さあ転がしてランして、キャッチして、そこは寝てキャッチして、あーちょっとボールの勢いが足りませんでしたが、まあギリギリセーフです。レモちゃん結構強めに転がす方がいいそうですよ。はい、行ってみましょう。お、キャッチ、うまい、うまい、バッチリ、お見事。おー、キャッチ見事ですね。いきます。いよいよいいですか。位置について、よーいスタート。おっ、おレモンちゃん優勝。2位が真夏とヒューが同着、お見事。はい、レモンちゃん優勝おめでとうございます。見事でしたね皆さん、うん、あのボールの転がし方がぴったりやった、はい、もう見本みたいなナイスランでございました。そう、お見事ね。こんな感じでボール遊びもいろいろやっていきましょう。はい、また会いましょう。さようなら。ナイス。